データ先か。ID 認証、コンプリート。アクセス権限確認、コンプリート。データロート中、コンプリート。今から88年前、銀河の外から飛来した小惑星が地球に衝突。これにより、海面が劇的に上昇。地上の環境は過酷なものとなった。生き残った人類は、PTH 財閥の協力を得て、地底に避難する。この時、世界の秩序を維持する連合議会も設立された。そして34年前、PTH 財閥は人体強化ワクチンの開発に成功。人類は徐々に地上へと戻れるようになった。地上に戻った連合議会は、PTH 財閥の上層部と協議を行い、新たな法制度を作り出した。こうして人類は、その歴史に地上復帰という、新たな1ページを追加した。これが教科書通りの世界の歴史。しかし、世界の真実は往々にして歴史には記されないものだ。さて、その目で真実を見つけ出す覚悟はできましたか？ごきげんよう。あらあら、ほう、少々本気を出してあげます。遅すぎますわ。この技を出させたからには覚悟しなさい。刀を抜いた時にあなたの運命はもう決まりましたわ。私のものは誰にも譲る気はありません。あなたもですよ。こんにちは。戦闘開始。油断は禁物です。もう。どうして？ほほう、新入りにしてはよくやるわね。まあ、怖がらないで。私がいるから。起動中。お疲れ様。
戦場分析モードスタンバイ。戦場距離演算コンプリット。報告、指揮者サポートモードに切り替え可能です。報告、指揮者サポートモード起動。準備完了、移動指示を出してください。忠告、各メンバーは一探知、そこ指示する内容がないと判断した場合はこのボタンでターンを終了できます。報告、敵の方位を確認しました。メンバーの二人に指示して目前の敵を撃退してく、うるさ、そこ楽勝楽勝。戦闘開始、油断は禁物です。忠告、長血と目視比は移動および攻撃範囲が異なります。状況に合わせて攻撃対象を選択し敵の反撃を最大限回避してください。何か用？そこ！忠告、敵の位置に注意し適切なタイミングで超月の今だ、えい。報告、敵は大半の戦力を失いました。目視比のスキルは敵にダメージを与え、一点突破。怒らせたからには私に叩き潰される覚悟はできてるよね。忠告、一部の敵には特性があります。有利特性のメンバーで敵を、すいません、さっき、はっ、あ、こんにちは、はっ。そこ。報告、特殊な状況下では危機的状況の場合アルコ強化剤を超月に、はい、驚異的な力で戦争を激化させ
今や通関者は人類の敵です。ハザードレベルはデザスタの罪人に認定されています。しかし戦場における通関者の戦術的価値は連合議会に大きな衝撃を与えました。そこで連合議会は独自の技術力を駆使して制御か技術通過にシフト可能になると戦術パネルに通過の表示が現れます。報告、超月は技術通関状態です。練習の成果見せてあげるよ。敵の生体反応を確認、倒しきれなかったようです。この一撃であなたたちを潰します。楽勝楽勝。女の子に無理強いするのは紳士としてどうかと思います。当然です。私は遺伝子強化センターの最新。なお通過の副作用は強化されていない体には。お今後は使用タイミングに気をつけましょうね。それはあなたの対応能力を試すためです。何を言うかと思えば不愉快です。先ほどは褒めていたのに理解不能です。これからも一緒に練習しよう。これからもよろしくお願いしますね。お疲れ様。まあサボってるわけじゃないわ。効率よく仕事の時間を使ってるだけだから。ほほう。ほほう。はいはい。私は目視、大学1年生。
同じチームだから仲間ですね。戦闘開始。油断は禁物です。私の名前はユイよ。これから一緒に仕事するからよろしくね。